はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回は朝ドラ、虎に翼の第87話について話していきたいと思います。はい、今回もまたトラコが大きな声出してましたね。喫茶店で大きな声を出す。もうトラコがだんだん異常者みたいになってきましたね。まあないよね。どうした演出。ないでしょう。まあね、今回ユミが学校で山登りに行く。ね、で一番、嫌われてる人と私は一緒の班だみたいな感じで。でその子がどうして嫌われてんのかなとか、すぐ怒鳴るからかなって言ってましたけども、これまさにトラコのことじゃないかというか、トラコちょっと規制を上げるシーンが増えてきたなと。どういうなんだか変だなってね。この前のタマちゃんみたいなの、あれも変だったしな。あれいいと思ってる人いるのかな。不思議だな。喫茶店であんなに大きな声出して変だったな。みんなもなんかちょっと声大きいよとかさ、周りがね、言ってあげたらいいんじゃないのかね。まあそこは変だなと思いましたけどね。そして、ライトハウスに月に1、2回嫌がらせがあると。これはもうね、昨日も言いましたが、これはもうまたミサイチームによるものなんじゃないですか。放火もこの嫌がらせも全部ミサイチームじゃないですか。ね、あの怪しい感じ、このノンチ TV ではミサイミステリー、問題をね取り上げていってますが、いや絶対に変なテイスト入ってんなっていうずっと思ってんですけどね。まあいつの時代もね、まあ嫌がらせっていうのはあるからね。もう本当にそういうのやめた方がいいよ本当にね。で今回、まあ岡田将生さんの浩一さんの火のないところの煙輪みたいなやつ、誰がその煙を上げたのかっていうのをね、見極めなくちゃいけないって、これはねなかなかいいセリフでしたね。本当に、火のないところに煙は立たない、そんな言葉を言ったやつは誰なんだっていうぐらいね、火のないところに煙立ちますからね。誰が立てて煙を、これは良かった。あとは、まあ稲さんがね、元気ですよね。元気で働いててとてもいい感じね。それはありますけども、まあなんかこの人種差別というかこの問題取り上げてどう解決していくのか、これ難しいよね。難しい問題がたくさんあるんだけど、これが全部解決してくれるならいいんだけどね。このままいくと違う朝ドラみたいに、あれこれ解決してないぞみたいな感じで最終回を迎えそうでね、ちょっと怖いなというところはありますね。まああとは伊藤沙莉さんがこうなんだろう、年取ってる感が非常にうまいですよね。で浩一さんと話す時だけちょっと可愛いっていうね、その辺はなかなかそういう可愛いところだけちょっと伊藤沙莉さんにな感じがするみたいな、今のトラコあんまり伊藤沙莉さんらしくないというか、なんかただのあんまり魅力のない人に映っちゃうんだけど、皆さんはどうですか？魅力ありますか？
なんか何もかもが中途半端に今ちょっと映ってるような、そんな気がしてしまうんですが、ねえ、子育てっていう感じの子育てのシーンもあんまりないね。食事してるところばっかりで、ねえ、涼子さんもたまちゃんもどんな子育てしてんのか想像もつかないっていうけど、この視聴者でさえもそんな何やってるんだ子育てってって感じは あるんでね、我々もだよってちょっと言いたいところはありますよね。稲さんだけ知ってるのかなみたいな、ねえ、そんな感じですよね。どんな一日を過ごしてんだろう。はい、そんな感じで、ますますね、大変な、問題を抱えてる虎に翼ね、明日も楽しみにしたいと思います。はい、私にのチザワイズは、あんまり体調がね、良くないという状況で困っております。なんかね、お腹もねずっと痛いっていうね、なのに体重はあんまり減ってないっていうね、これどういうこと、食べてそんな食べてもいない、なのにそんな体重も減らない、びっくり、ということで、なんだろう、体はなんだろう、普段のままキープしたまんま、体重はね、キープしたまんまなんで、実際は何も起こってないのかもしれないね。いや、かなり汗もかいてるしみたいな、そんななんだけどね、不思議だね、これで体重落ちてないんだな、本当にダイエットっていうのは本当に大変なんだなってね、今回思いますね、だからダイエット頑張ってる人ね、ちょっとけなせなくなってきたな。こんなにでも落ち、そんな落ちるもんじゃねえんだなみたいな。とはいえご老人の方々はどんどん細くなっていくんでね。やっぱり食べない、動かないでどんどん細くなっていくんでね。なかなか、体不思議だなと。そしてこの東京、毎日毎日ね、雷鳴ってて、これは大丈夫なのかみたいなね、感じがあるぐらい、もうなんか世紀末みたいなね、感じがしますよね。晴れてて雨降ったりとか、晴れてて雷鳴り出してみたいな、そんな中、次の日曜日は、私の、ライブあります。私8月の5日が誕生日なんですが、それの前夜祭、8月4日日曜日にライブありますんで、ぜひ遊びに来てください。そしてライブの後は私と一緒にこの12時を迎えるのを一緒に過ごしましょう。次の日月曜日だけど、まあいいじゃないですか。そんな感じで皆さん、東京の吉祥寺に失礼しました、東京吉祥寺にね、ぜひ集まってください。はい、そんな感じで、ちょっとなんか咳はなんか出てなかったんだけど、今急に出てきましたね。なんだ、怖い。はい、そんな感じで、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイ。